どうも、アルトルと申します。私はラトビア出身です。25歳。私はなんかいい日だったなという YouTube を最近始まって、今は一生懸命それに集中してます。お願いします。見てください。見てください。 Twitter 結構やってるんだ。そう、 Twitter はたまになんか、うん、外国人がびっくりしたことを書いてて、こういう寿司屋は来たことある？初めて食べたことない。めちゃめちゃドキドキする。ワクワクです。はい、 OK、 じゃあ行きましょう。食べましょう。白ほのかっていうビール、はい、前菜がですね、はい、釜揚げしらす、真ん中釜揚げしらす、はい、こちらがふぐ皮ですね、はい、こちらがゆず豆腐、こちら味噌漬けにしてあります。あと、あん肝と、あと小餅粉ですね。すべて味付いてます。サマードさん、乾杯。乾杯。この、和？うん、すごいクリーミーだね。結構好きなんだよね、白ほのか。あんまり置いてる店ないから。すごい。こんなの日本で飲んだことない。ラトビアで、なんかすごい美味しくて、なんかビールに好き嫌いめっちゃ入ってるから、日本のスーパーダイみたいなことはあまり飲まないんで。あ、そうなんだ。まあ、お飯とかも好きだし、他のいろんな美味しいお酒日本にあるんで、ビールはいいやと思う。向こうのもすごい、びっくりした。すごい。これ何？これもしかしてフグ？お酒のつまみにすごいいい。あんま食べたことない？食べたことない。ちょっと緊張して。ユナライセンスちゃんと持ってるよね。もちろんもちろん。死ぬことはないから大丈夫だよ。大丈夫。ん？何これ？フグ皮の味、なんかアップグレードしたコラーゲン。そうそう、そんな感じだよね。確かに日本食は好き。めちゃめちゃ。特に何が好きなの？メロンパンはもう本当に毎日食べられないくらい。メロンパン、メロンパンめちゃめちゃ好き。へえ。生魚はすごい、なんていうんだ、フレッシュ。うん、日本は1ヶ月しかないんですけど、昼時に魚食べようって決めました。あ、また帰る？次は、フィリピン行って、ドバイにちょっと寄って、ちょっと長くジョージアに行って。どこ？ジョージアという国。あ、ジョージア。知ってますか？知ってる。ターキーの隣あたりでしょ。そう。フランスでずっと引っ越しして、クリスマスマーケットも。ああ、そうだね。クリスマスマーケット有名だよね、フランスね。久しぶりに、ちょろっとラトビアに帰ります。ジョージアのご飯めちゃめちゃ美味しくて、女性陣もめちゃめちゃ優しいんで、ロシア語も知ってるし。うまい。カツノコ。何これ、カツノコ。あ、食べたことない？なんか半分ぐらい食べてない。あ、半分以上か。びっくりした。美味しい。アンキモっていうの食べたことある？アンキモも食べたことない。本当。アンと関係ある？関係ない。キモってなんだろう、リバー。あ、フィッシュリバーみたいな。魚のフォアグラみたいな。なるほどね。美味しい。もう俺も好きなんでね。美味しい。昼間からいいね。うん。ビール飲みながら美味しいおつまみ。いや、本当に、びっくりした。なんか、それ食べた、これ食べたって思ってて、こんな、そこまで食べたことないって思ってるって思わなかった。めちゃびっくりした。日本語めちゃめちゃうまいけどさ、でも、ずっと住んでるわけじゃないのに、なんでそんなにうまくなったの？まあ、ずっと興味あって、3年前も、よしやるって決めて、YouTube を、YouTube で、その後時々日本人宿とか泊まったり、日本人がいてめっちゃ練習できるから、その自分たちも
日本語しか話さないことになってしまった。時々お母さんと電話しててロシア語で喋ってて、前の文法はおかしいなって言われて文法なんか文法は逆になりますから。ラトビアではロシア語が普通の公用語。ラトビア語はなんかメイン、うん、喧嘩の半分ぐらい、5割ぐらいはロシア語話してます。そうなんだ。でも仕事でロシア語とか英語とか話しちゃダメな感じ。え、そうなんですか。ロシア語は話せるけど話しちゃダメみたいな。結構 それはちゃんと法律も持たやって決めてる。渡辺語を守ろうという感じですね。そういうことね、うん。レンコン、海外は何カ国ぐらいに行った？数えてないから、多分20カ国も行ってない。なんかやっぱヨーロッパの人ってさ、やっぱユーロの中だから、結構いろんな国旅行できるからいいよね。でもヨーロッパは逆にあまり行ってない。ドイツとイギリスとスペイン、うん、あちょろっとイタリア、まあ近い簡単に行けるところもあるし、クリアパス、あなんかチケットを買ってヨーロッパ中どこでも乗り放題。あ、そうなんだ。特急も乗れるの？特急も何回か乗れる。それは期間が決まってて、その期間の間だったらもう乗り放題みたいな。乗り放題じゃないけど20回か乗れるんだけど、でもいろんなことでそれを増やしたかったら何とか増やせることもできる。ああ、やろうと思えばちょっとチートみたいな感じだけどっていう。チートなるほど。それはいくらぐらい？まあ、結構高い。その1ヶ月のプラパスは多分40万。それ安っ。40万じゃない。びっくりした。40万って高いよなと思って、はい、あでも4万なら全然安いわ。でもそれはやっぱユーロの人だから買える。例えば俺が行って、違う誰でも、みんな誰でも買える。はい、あの日本の JR パスみたいなじゃなくて誰でも買える。そうなんだ。お刺身で本マグロの赤身、これは北海道梅色、同じく北海道のホタテ貝と水だけです。自分のを隠して人のことを隠す。日本酒行こうよ。日本酒、日本好きでしょ。日本酒好き。日本酒得意ですか？あ、全然いくよ。甘いのとドライ。私は辛口。辛口がいい。すいません、一ノ倉、いちご、いちごで、おちごすいません、はい、いちご2つ、まあ、いちごだから、こんなにします。あ、なるほどね。なんて聞くの？ベリーのいちご。あ、いちご、シェリーのいちご。はいはいはい、もう分かった。いちごっていうね、はい、日本酒の場合は。一ノ倉っていうのは宮城のお酒、はい、魚とね、日本酒合うからすごい。マグロの赤身でしょ？うん、マグロで、こっちがイカでホタテ。あ、美味しい。うまいね。すごい。築地閉まった前に一回行って、本当にすごかった。人多かった？人めっちゃ多くて。結構豊洲よりね、最初の方が人集まってるんですよ。あ、そうなんですね。豊洲やっぱりね、仕切られてる。仕切られてるんですね。面白くないって臨場感はないで、海外の方からはやっぱり評判はいい。あ、そうなんですね。築地のちょっとわちゃわちゃした感じっていうか、うん、なんかローカルな雰囲気がいいっていう人多いから、うん、市場って感じ。市場って感じですからね。築地まだね、場外はまだいっぱい店あるから、多分結構まだ観光客多いと思う。築地は多いですね。多いですよ、ね、結構溢れ返ってますよ。お願いします。美味しいな。ホタテ、うん、焼き物タチウオでございます。タチウオ、はい、
ハチウゴってわかる？うんうん、うなぎじゃない。うなぎじゃない、うなぎでもない、うん、めっちゃ美味しい。うまいよね。ね、いつの間にか。どんな魚食べる？サバがめちゃめちゃ人気で、一番人気な食べ方は漬物のサバ、ね、マリネサバ、マリネサバ、玉ねぎなどつけてお酢に入れて。だから日本もさ、しめサバってわかる？しめサバ、手でしめて、はいはいはい、あの寿司屋とか結構出てる。あ、はいはい、わかった、わかりました、はい。こちらは酢の物の北海道厚岸のマガキでございます。はい、生ガキ、生ガキ。あ、カキは食べれる？一回だけタイで食べてみた。はい、すごいね、チャレンジャー。逆にあそこなら多分何人だなと思って、あそこは日本人にめちゃめちゃ有名なところ。あ、そうなんだ。なんででしょうか。超有名、毎晩パンパン。へぇ、日本人ばかりです。なんででしょうか。ヒントは、日本で食べれないものを食べに来る魚じゃない。なんでね。生肉ユッケ。おお、はいはいはい。レバー、生レバー、生レバーとか、うんうん、などはめっちゃ美味しいです。まあ、食べれるし。でも牡蠣とかも食べれる。牡蠣とかも食べれて、ホッキ貝とか、うん、まあサクサクもある。魚の刺身盛り合わせるから。他のなんかラトビアで食べる料理ってどういう料理があるの？みんなラトビア人知ってるラトビア料理は油黒豆。油黒豆。黒豆を焼いて、美味しそう。食べる。うまそうじゃない？まあ私だけ好きじゃないかな。豆もあまり好きじゃないし、だからそんなと食べれない。あと、もうめっちゃラトビア料理の私のめっちゃ好きなやつだけど、日本人の多分苦手なやつ、うん、はピンクのスープ、冷たいスープ。はいはい、ビーツでしょ。そう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 、漬物ビーツで作った。あの、食べたことないんですか？食べたことないけど、ラトビア人何回か会ったことがあって、その時に聞いたら、はい、やっぱり夏に冷たいビーツのスープがあって、はい、ピンクのやつ、それが本当に欲しいって言ったから。日本人は夏なら何？そうね。そうね、はい、っていう感じの料理ですね。なるほどね。なら絶対あのスープですね、はい。うん、おいしい。タイのレベルじゃない。全然違う。めっちゃめちゃ美味しい。なぜか牡蠣は、あの、お米のミルクって言ってますよね。なんで？なんでって言われてわかんないけど、栄養もたっぷりある。うん、ミネラルとか、ニュージーランド。そうですね。マイルドとかミルキーとか、クリーミーとかそういうことなんじゃないかなって思って。秋田県のカリホっていう日本酒ですか。なんか、なんか香りが少し違う。気仙沼のカツオの和田焼きです。上に玉ねぎをすりおろして炒めて甘み出してから、九州の甘み醤油でちょっと甘みの醤油に漬け込んだものと、ネギと生姜すり鉢で合わせたものを乗せてあります。お寿司は全部味付けて出しますので、このまま召し上がってください。召し上がりです。何これ、うん、うまい。美味しい。美味しい。え、やばくない？超うまい。すごい。ボニーとかわかる？カツオ。はい。カツオですの？カツオです。カツオ？今まで私食べたのはカツオと一緒？カ
嘘でしょ。やばい。いや一回このところに来ても海鮮なのも食べれなくて電子食べれないから確かにもう飲めない。北海道、はい、北海道の黒さです。黒さ、北海道確かにソイって有名かもしれない。ソイは結構ね、北海道とかも美味しい野菜だし、結構に太平洋側で食べるお魚です。あ、そうなんですね。黒ソイか、油が乗ってて美味しいわ。これは石川県の甘エビ、こちらはね、昆布締めにしてあります。エビね、熊本コハダです。これ多分そのさっき言ったさ、酢漬けに近いセミナー。食べてみます。お酢は違う。お酢が違う。お酢は全く違う。あ、でも味は一緒。味は一緒、うん、もう一つのモロタビアのめっちゃ有名なお土産っていうか、っていうかはシプロテっていう缶詰。あの多くのショット飲んでちっちゃいおつまみを食べる文化があるから、それはちょうどいいやつですね。でちょっと個別なオイルと調味料のミックスに入れてる。北海道苫小牧の黒ホッキ貝です。黒ホッキ貝、はい、あ、ホッキ貝、うん、めちゃめちゃ好きです。本当、はい、多分貝の中が一番好きだと思います。はいはいはい。全然違うね。うん、乾杯だね。アテリアカ。例えばプリエカ。プリエカ。プリエカ。今は楽しみに。はい。こちらがさよりです。千葉の富津ですね。さより。と。めっちゃ美味しい。めっちゃうまいね、これ。うん。本マグロ、中トロです。はい。すいません、菊姫。姫、はい。はい。マグロ。マグロ最高。うん。マグロ最高。マグロ最高。口の中溶けちゃう。すいません。色がちょっと違うよね。そうですね、全然違う。少しなんか黄色っぽい。全然違う。全然違う。長崎対馬の煮穴子です。はい。穴子ってわかる？穴子、穴子、穴子。食べない？あんまり穴子は。ちょっと食べて。キューブで。日本で。日本で食べたことない。あ、ないんだ。食べたら逆に食べた。そう、YouTube で生き物を買える。へ、そうなんだ。こちらが石巻卵、浜田湖の海苔より一緒に巻いてます。こちらでお寿司は全部です。うまい。うまいね、これ。うまい。めちゃめちゃめちゃ美味しい。マンゴーと何ラトビアに俺が行ったら観光地ってどういうところがある？ラトビアの観光。ラトビアの観光、まあ、最近はエリカ空港に来て、エリカオールドタウンまではタクシーで1時間ぐらい。タクシー代は7ユーロ、なんか800円ぐらい。そのオールドタウンを全部見るために多分3時間ぐらいかかる。あ、そうなんだ。オールドタウンっていうのがあるの？World War II? うん。
さんの建物をそのままの。あ、そうなんだ。リガ。そう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 、首都はリガ。ポルトガルの横にあのユーゲンスタイルっていうあのドイツの19世紀っぽい建物が多い、うん、でリガは多分なんかそれでもう終わり。あ、もちろん市場は、市場はヨーロッパで一番大きくて、フィッシュマーケット、それともどういう市場、いっぱいいろんなものが売ってる。そう、肉分もあるし、牛乳食品分もあるし、最近新しくできたあのレストランなどの部分もあって、うん、いや本当に本当にでかい。お土産とか、例えばスーベニアとか買いたかったら、そこ行けば何か売ってるみたいな。そう、あの石、あの黄色の虫、アンバー、アンバー木からあの出るじゃん、あの、うん、樹液みたいな、うん、分かる分かる。それを赤いあの海に入ったら長い時間経ったらこういうことになる。それはバッのプラトビューがこれで有名だったんで、それのお土産今いろいろある。前から失礼します。こちら本日のお飴でキノコ汁です。はい、キノコは今日5種類のキノコ使ってて、チークル、マイタケ、ヒラタケ、シメジ、ナメコ。あ、まあ、すごい香り、すごい。開けたらブワーンってなツイッターでさ、はい、めっちゃフォロワー多いけどさ、なんかバズった1回目は、うん、前澤さんの100万円、はい、当たっちゃった。え、嘘でしょ、100万円当たったの？マジでやばくない？外の前澤さんでしょ。そうそうそう、3000人ぐらいになりました。1月でしょ、お正月のお年玉のためにそう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 、本当に一昨日、3日前は買い出してる割の日本酒ね、の日本酒がめっちゃバズった。結構最近だね。まあ、全部今年だね。今年だね。ZOZO の前澤さんの100万円当たって何か使ったの？でも前澤さんのお金当たったって聞いたら一番聞かれる。うんうん、そうだよ、ね、何使った？メロンパン。いや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 、100万円はメロンパン使わないでしょ。メロンパン200点ぐらいでしょ。まあね、あの時に家をなんか買ったんじゃないけど、うん、買ったみたいな、なんかリースいいですけど、それに使ったり、旅に使ったり。お疲れ様です。超美味しかった。もうすごいびっくりした。何が一番良かった？なんだろう、月のあカツオ、カツオ、あのカツオ握りはめちゃめちゃめちゃ美味しかった。本当にあれはやばかったね。あれはすごかった、うん、いろんな日本酒もめちゃめちゃ美味しかった。ラトビア行ったら観光案内よろしくお願いします。ぜひぜひぜひ。今日はありがとうございました。ありがとう。ごちそうさまでした。